まず冒頭市長よりコメントがございます。新型コロナウイルスの患者専門病院の運用開始についてお伝えします。この度の病床逼迫の解消に向けて医療法人錦秀会阪和住吉総合病院を新型コロナ専門病院することについてご協力いただけることになりました。新型コロナ専門病院は重曹市民病院、医療法人錦秀会阪和第二病院に続いて3カ所目となります。運用期間は令和3年10月1日から令和4年9月の30日まで1年間を予定しています。運用病床は55床でスタートし、今後さらに拡充することも検討していただいております。本市では今後とも医療体制の確保に努めてまいりますが、陽性者の増加に伴い病床が逼迫をしています。病床使用率が高くなると通常の医療にも支障が出ます。守れる命も守れなくなる可能性があるために、市民の皆さんには感染予防策の予防対策の徹底をお願いをいたします。僕からは以上です。それでは質問をお受けします。毎日新聞の渡田です。うん、新しいその専門病院のことなんですけれども、うん、これはその中等症なのか軽症なのか、受け入れのその病状のところはいかがでしょうか。いや、これも中等症、主に中等症をやっていただくということになります。もちろん軽症を断るんじゃないですよ。カクテル療法もやっていただきました。重症についてはこれはない。重症は ICU がないとできませんから、この、医療法人では重症は対応が非常に無理です。読売新聞の梅本です。うん、この病院に関して、今後さらなる拡充も検討ということなんですけれども、実際キャパシティ的にはどこまで増やせそうとかっていうのはあるんでしょうか。いや、そのハードのキャパシティだけ言えばもう少し増えますけど、あとはマンパワー、医療従事者の確保というのが必要になってきますから、その要はハード的にハードソフト両面で対応ができるようになれば、ご協力をいただけるということになっています。他ございますでしょうか。よろしいですか。関西テレビ長木と申します。保健所の改正についてなんですが、疫学調査の人員を、180人程度か200人に増やすということで、そのあたりの目処と、そのほか優先順位の付け方やり方っていうところで、今の検討とか決まっているところでいかがでしょうか。200人に対してはもう今日からスタートしています。で、ここ数日感染者数が、幸いにして、減少傾向にありますから、今の時点で、疫学調査に、は何とか2日程度でファーストコンタクトまで行けてる。で、一番ピーク時にはやはり3000名程度の疫学調査対象が、ちょっと溜まっていたところありますけど、そこも今解消するためにさまざまな手を打ってきましたので、今1000人を切るところまで来ております。今の体制で対応すれば、1日1000名まではしない。1日1000名の陽性者であれば、次の日に持ち越しをする必要なく、ファーストコンタクト、疫学調査の対応できるところまでは来ています。ただやっぱり、もう何度も言いますけども、無尽蔵に人材も、あるわけではありませんから、今の200名体制で言っても、やはり1日1000名の陽性者対応が、それを超えることになれば、やはりファーストコンタクトに少し時間がかかってしまうということになります。特に専門職の人員というところが限りあると思うので、そこが一番大きな課題だとは思うんですが、ファーストタッチについて専門職でない方を、補充するとか、やり方みたいなところでも、大きな改善点とか、いや、もう日々改善はしてきてますから、今は、役所の事務職も状況に合わせてどんどん応援の部隊も入れていますし、総勢200名体制にもなってきていますから、
で、大阪市としてももちろんコロナに、コロナ対応というのは優先的に取り組んでおりますが、それ以外の、行政の仕事というものもこれもやっぱり、並行して進めない、コロナ以外の医療福祉に対しての対応というのも我々基礎自治体としては非常に重要な部分ですから、そういう限られたマンパワーの中で、まあ、日々改善をしながら、なんとか、コロナの陽性者の皆さんに、の 長期間のコンタクトができないというようなことを避けるための対応をやっているところです。IR のを巡ってですね、今朝秋元司被告に意見判決が出たんですけども、候補地の選定とかそういったところに何か影響が出たりっていうのは考えられますか？全くないでしょう。それは個人としての、贈収賄の話ですから、 IR という事業がどうのこうのという話ではありません、うん、結局もうその個人がその業者から金もらったということです。産経新聞稲田です、うん、専門病院のことでお伺いするんですけれども、10月1日から運用開始するということのようなんですけれども、前倒しの可能性というのはあるんでしょうか？今その可能性も含めてやってもらってます。結局設備の改修にこれは工事事業者の話になってきますから、どうしても設備改修にそれだけの時間かかるということですけど、もうとにかくそれも事業者を忙しくれて、設備事業者、ね、工事事業者もで、でき次第、もう転院は進んでますから、もともと入院された患者さんのですから、あとは設備の回収ができればいつからでも医療従事者はいるわけですから、オープンできますので、今は10月1日という、それは工事上そういうことになる。それが1日でも早く進めば1日でも早くオープンできるようになる。あと錦秀会さんの方で、周辺病院の機能を集約して新たな病院建設を今進めているらしいんですけれども、この住吉総合の9月30日までの運用というのは、それもその現地でそのまま専門病院としてやってもらうと。やってもらいます、はい、まず1年間はこれで住吉総合病院は、コロナ専門病院として運営をしていただきます。改めてその専門病院、民間さんの方でですね、この専門病院として今回運用してもらうと、そういうことについてのこの病床を逼迫している中なんですけれども、そこの意義について市長の方から教えてもらえますか？いや、これは民間病院でっていうのは専門病院化することで、それ以外の疾患の患者さんの、これまでかかりつけ医としてやってきた役割をこれ一旦下ろしてもらうというか、その病院で長年治療を受けてた患者さんに対して他の病院で、移ってもらわなければならない。だからやっぱり病院の持続的な経営ということを考えると非常にリスクは高いと思います。その間もうコロナの、入院しか受け付けないということですから。ただ日本の医療資源というのはもうほとんどが民間の病院が医療資源の多くを担っていただいているわけで、公立病院だけではなかなかこういう突発的な感染症対策に、対応はできません。我々はもう去年の、4月の時点でこれはもうコロナの専門病院は必ず必要だということで、重曹市民病院を専門病院化をいたしました。で、専門病院、中等症の専門病院があることで他の民間病院からも非常に選択肢が増えて、他の民間病院のコロナの対応についても非常に
いい影響を、まあ、与えられました。ただ重曹の重曹市民病院を普段から利用されているそういう地域の皆さんには非常にやっぱり、ご負担もかけましたし、それから専門病院化することによって専門のドクター、さまざまな治療を、例えば感染症以外の外科だとかそういう分野でのドクターが病院から離れるという、そのマンパワーを病院が失うということにもなります。だからそういうまあリスクを受けてやっぱり民間病院を日本の医療資源の多くを担っていただいている民間病院が手を挙げていただくというのは非常にまあ有効だとこう思っています。公立病院というのは日本の医療の中では本当に多いように思われているけども、数パーセントの、医療資源ですから、大多数は民間病院になります。そういうところの力を貸していただけるというのは非常にありがたいです。わかりました。あとちょっと公明党さんとの関係でお伺いするんですけれども、この度菅総理が退陣されてですね、いわゆる市長と菅総理との関係が切れてしまったんではないかというようなそういった向きもあるようで、もしそういったふうに受け取られるんであればですね、これまで市長は公明党さんとは信頼関係のもので成り立ってきたというふうなお話ずっとされてきたと思うんですけれども、どうでしょうか、対応今後変わっていくとかそういったことはあるんでしょうか。いや、あれ朝日新聞のこれ金か君とこの記事で書いてたけどな、なんか中央政府と我々が、距離を、菅、総理と、僕の人間関係というのは途切れることで、公明党は与党ですからね、そういう中でなんかこう、今後はなんか大阪のさまざまな課題についてもなんか維新が外されて、そういうことで生成するとまで、言われるというのを、誰が言ったのかね、朝日新聞じゃないとわからないけど、それは公明党の皆さんが本気でそういうことで生成するとまで、我々と手を切りたいというんであれば、我々から公明党にしがみついてるわけじゃありませんからね、信頼関係が向こうがもういらんと崩すというんならね、別に選挙も頼まれてるわけじゃないんで、信頼関係が府議会市議会で僕は構築できてるということで、これまで大阪の公明党さんとお付き合いしてきたけど、ああいうふうにもう生成するから手切りたいみたいなことであれば、言われんでも手切りますよ、具体的にその、どういった対応されるとですね、その手を切るということになるんでしょうか。具体的にというのは向こうが手切りたい言ってるわけだから、生成するとまで言われて、なんでひっついていかないかんのかなと思ってね、ほら朝日新聞が取材してるんやから、それ聞いてきてよ朝日新聞、どういうことやって生成するわ、定期理財、いやもともと与党と対野党なんで、向こうが定期理財言うんなら、なんで我々がすがりつかないか、本当に、どういう意味なのかなというふうには思ってます。ありがとうございます。他ございますでしょうか。それでは終了いたします。それでは政務に移ります。政務の質問ある方お願いします。関西テレビの方お願いします。野党が与党に対して臨時国会の開会戻るの採用というところですが、ここについて維新の臨時国会のあり方というのを野党の皆さん、野合談合選挙互助会の皆さん、僕らも野党だからね、臨時国会ってもう菅総理は辞めるのが決まってるんでしょ。辞めるまでの9月末までということです。それ辞める総理に何を約束する、その辞める総理に何を約束してもこれ、まず約束できないじゃない、コロナ対策、もうほんで今閉会中
の、閉会中審議はコロナ対策についてはやってるじゃないですか、うん、だからそのもう完全に政局的なパフォーマンスでしかないと思います、うん、だから総理がこれからやっぱりまあ総裁選に出てね、総理としてまだまだっていうんであれば、ね、やっぱりコロナ対策の補正予算等で議論すべきだと思うけど、もう今言っても、もう任期決まってもうね一月ほどで辞められる総理がどんな答弁するんですかというふうには思います。で、もう一つはこの間ずっとコロナのことは閉会中審議やってきたじゃない。でいろいろ形のものが対応については国の予算も我々地方自治体にもこの回ってきてますから、コロナ対策予算、うん、だからとにかく何らかの形でこう選挙向けパフォーマンスでしかないんじゃないのと僕はそう思います。まあ、その野党側からすると国会を開かないことでの政治空白だという批判もありますが、うん、そこはまあ閉会中審査で、それはもう民主党の人が言ってるでしょ、うん、あの人たちコロナ対策だやってる時に審議拒否してたよ、うん、で、コロナ対策だっていう中でも、スキャンダルネタ、さっきの朝日新聞が言ってる IR の、なんていうかな、お金の問題とか、うん、そうスキャンダルのことばっかりやっててね、うん、もう本当にもっとまともにね、ちゃんとこう政策的な是々非々の対応なんていうのはできへんのかな、残念で仕方ない。だから僕はちゃんとしたまともな野党の役割をやりたいと思ってます。維新としては知事がその入院患者さんを受け入れるために、まあ、命令をするというような特措法の改正というところも考えておられると思いますが、まあ、そこはもうその、まあ、選挙も終わった後で、ゆっくりとというようなお考えでしょうか。選挙終わらないと、もう衆議院の任期は決まってるわけで、これまさに医療現場の医療従事者の皆さんのに対しての命令を課すような法律になります、これはコロナ禍だからといってやっぱりさまざまな意見聞きながらやらないと一挙に進められるのかなというふうには思ってます。だからこれはコロナにおいてとコロナというだけじゃなくてこういう危機的事象になった時に本来は、自由で あるべき、医療従事者の方々の私権を制限するような法律ですからね、はい、だから一番いいのは各病院に、コロナ用のベッドを開設をすることを指示命令できるというようなことです。でも先ほども民間病院の話したけど、それやることで他の疾患で入院されている治療されている患者さんがどこかに移らないとできなくなる。だからこれは非常に賛否両論いろんな巻き起こる議論ですが、この解散が決まっている中で短時間で全て仕上げるというのは非常に難しいんじゃないかなと思います。僕はそれやるべきは思いますよ。だから各病院、民間病院の病床のどこどこ病院はベッド数が100とか200とか、これ病床は決められてるわけだから、そのうちのまあ1割から2割程度をね、これはこういう危機事象になった場合には政府からの命令によって外科のベッドだったのをコロナに変えるとか、そういうふうな命令はできることが今回のコロナというものの事態を受ければやっぱり議論してやるべきだと思ってます。2割民間病院の2割ベッドをそういう形で対応できればね、これは十分コロナの、中等症重症のベッドを確保していけますから。ありがとうございます。
にはございませんでしょうか。ないようで終わりました。